はいどうもサイクリスト観察よ。今回も2021年秋糸井パワー連ステージ4の白熱した展開を注目してまいります。舞台は糸井パワーのホームコースである京丹後。ファーストステージは華麗な抜け出しを図った静電気マンが最後糸井パワーとのスプリントを制し1勝目。続いてセカンドステージではノッティングヒルの恋人が糸井パワーと壮絶な殴り合いのスプリントの末見事 KOM。ステージ3では圧倒的ロードバイク IQ の高さを誇る全日本チャンピオン箱舟氏がこの集団からのアタックで抜け出しに成功、ノッティングヒルとの2人逃げ。ラストもギリギリの展開の中気持ちが強い方が踏み勝って箱舟氏が1勝目。主催者の糸井パワーは未だ勝ち星がないままステージ4へと入っていきます。それでは注目のステージ4を見ていきます。よろしくお願いします。ステージ4ハイライト、距離 5.3km、 平均勾配 5.1%、開始1分で静電気マンが強烈なアタックです。その後運び出しがローテを飛ばして瀕死状態が続きます。平坦区間を渾身的に引く見せる走りの変態系です。最高峰に全日本チャンピオンの運び出し、続いて糸井パワー、静電気マン、紙コップ、ノッティングヒルの恋人、変態系ですのみっちゃんと続きます。ここで上がってきた全日本チャンピオンの箱舟氏、すぐに反応したのはノッティングヒルの恋人。ここまで全ての峠激烈なアタックを繰り広げてきましたが、まだその足は健在。圧倒的インターバルに集団は一瞬のうちに崩壊しました。そうは問屋が下ろさない。主催者糸井作詞動きます。しかし無限インターバル全日本チャンピオンの箱舟氏のアタックにより一瞬のうちに15m、20m程度は差が開いたでしょうか。それでもひた走る先頭の全日本チャンピオンの箱舟氏、すぐに反応したノッティングヒルでさえこの差を埋めることがなかなかできない。届くのか糸井作詞。ここでロードバイク IQ の高い全日本チャンピオンの箱舟氏がしっかり後方を確認し次の対策を練ります。その視線の先にいるのは糸井作詞。なんと単独で上がってきた。ここまでまだ勝利がない糸井作詞、ものすごい速度とパワーで追走する。ここでリトル式部に対してフェイク発言を吐いてきた糸井フェイク、ここに爆弾。そして前方の逃げに単独でブリッジ、なんという脚力、瞬発力、執念、これが糸井フェイクの走り。小手先の技術なんか YouTube で見る必要なんてない。今ここにいる糸井フェイクは絶対に前に追いつきたい一心でペダルを踏んでいる。一生懸命全身全霊無我夢中、その中で得られる経験こそが自分の糧となることをリトル式は忘れてはなりません。そして猛獣糸井フェイクの殺気をしっかりとキャッチして後方確認する先頭のノッティングヒルの恋人。ここは展開地舞踏会なのか、我々の想像をはるかに超える展開で進んでおります。ここでノッティングヒルの恋人が肘食い、なぜだ。おっと後ろから紙コップ静電気マンみっちゃんが追いついてきている。これで紙コップの負けず嫌いは全国区、打てば響く鐘のごとく、アタックにはペースで追走、根性の紙コップ、おじさんでもやればできることを具現化しております。さあ集団は糸井フェイク、ノッティングヒルの恋人、全日本チャンピオンの運び出し、続いて紙コップ静電気マンと続きます。先ほど若干遅れていた変態系ですのみっちゃんは厳しいか、以前先頭は糸井フェイク、軽快な走りで先頭を引いております。その後方全日本チャンピオンの箱舟氏は次のアタックに向けて着々と足を溜めている状態か。おっとひじくいが出た。ここでめっちゃ冬なのにリトル式部 T シャツ。面白くなってきたわね。誰もちぎれないのよ。何なのこの集団、おかしいんじゃないの。ちょっと実況しててもね、私も興奮してきちゃうわ本当に。でここでちょっと一旦情報を整理するわね。まずファーストステージを取ったのはこの男、静電気マンよ。そしてセカンドステージ、これを取ったのはノッティングヒルの恋人。そしてステージ3、これを取ったのは全日本チャンピオンの箱舟氏よ。この3人が今1勝ずつなの。でね、この糸井パワー連あと何個峠があるかっていうとね、それがよくわかんないのよ。ごめんなさいね、なんかよくわかんないの。で言ったら普通の道を走ってるだけだからね、ここになんかゴールがあるとか KOM のポイントがあるとかっていうのは誰も別に指示してないし、私たちも雰囲気で走っているわ。そして私はこれ雰囲気で編集しているわ。だからね、あとどれぐらい峠があってどんな感じなのかっていうのがちょっとよくわかんないのよ。まあその辺は楽しみながら見ておいてちょうだい。とりあえず今一勝が3人並んでいる、そんな状況なのよ。あとはこの男にも注目ね。なんか私の影響を受けて YouTube がぶっ壊れちゃったみたいだけど、まあ楽しくていいんじゃないの。みんなも見てあげてちょうだいね。それじゃあバイバイ、深田恭子でした。